はい、どうもファンネルです。ではドラゴンクエスト11続きやっていきたいと思います。まあ、船もらってちょっとね、確かダーハルーメの町あたりに行ったのが前回の動画だったと思うんですけども、で、目的地は、地図的に右側の上のあたりのビックリマークがついてるところですね。なんですけども、あそこに行ったら、まあ、ムービー入ったのを確認したので、まあ、ちょっとその前にじゃあ外出てみようと思って外界にね行こうと思ったら、そこでもまたムービー入っちゃったんで、もう日もさっちもいかんぞということで、まあ、一旦外出ます。でそのムービーをお見せしますね。で何やらこう、ね、仲間が増えそうな予感だったんで、まあ、ムービー出た瞬間にもう出た瞬間ではないですけど、出てちょっと見てから私ゲームの方をまあリセットして、でムービー前に戻していますんでね。とりあえずまあ仲間がどんどん集まってきそうな感じなんで、で一回じゃあこの外の海行ってムービー見たら、目的地のあのネルセンの宿屋の方行きますかね。ふんふんふふん、いい潮風だわ。さあここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。この後ろ姿はガターン。戦争で良かったんです。車検の方から音がしちゃうようだけど何かしら。マクーライちゃん悪いけどちょっと様子を見てきてちょうだい。誰かいるんですか。あ、盗み食いだ。無視者無視者、うんぐうんぐ、完全にカミューですからね。フードが取れた。なんで神が。マクーラちゃん大丈夫、みんなも連れてきたわよって。か、神ちゃん。おお神よ、やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすが神ちゃん、でも本当に良かったわね。マクーラちゃん、なんだ記憶ねえのか。許してください。これ記憶ねえな。俺もう3日も飲まず食わずで、この船に食べ物が積まれているのが見えて、それでつい出来心で。神ちゃん。うわあ、一体どういうことだ。この男神ではないのか。あの俺の名前は多分神で合ってますけど、でもどうしてそれを。あなたたちもしかして俺のこと何か知ってるんですか。お主まさか記憶を失っておるのか。俺昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界がひどいありさまだし、本当わけが分からなくて、覚えているのは自分の名前と何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。こんなことを頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるならあなたたちに同行させてくれませんか。特にあなたといれば何か思い出させそうで、盗み食いしゃぶは弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。ふむ、確かにわしらと行動を共にすればいずれ記憶もよみがえるかもしれんの。それに今の神ちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うのね。マクーライちゃん連れて行きましょう。はい、ありがとうございます。これ邪魔にならないよう頑張ります。あら、仲間になんの、大丈夫なの。力失ってんじゃねえの、スキルとかね。どうなんでしょう、その辺はステータス見ないとわからんな。うん、なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。でしょうな。うんみたいな。まあもともといいやつなんだろうけど。あ、これがあったんですね。ちょっとちょい、ちょっとステータス見る前にそういうのやめて。もう覇王山でやっちゃうぞお前は。ちょっとあれですね、白の入り江だけ見たいですね。青山音でかくね。レベル43、
レベル43ってめっちゃ高いな。あれそんなに上げてたっけ。あ、上げてたか、レベル。まあ装備はなしですけど、スキルか、スキルが問題だな。わあ、やっぱなんもなんもねえ、なんもねえよまあいろいろありますね、やっぱ世界崩壊したらね。じゃあ片手しか多分今のところ装備できないのかな。神は何装備させたっけ。ソードブレイカーか。で装備できないから、で疾風、疾風じゃなくて影のターバンの方がいいんだっけ。風の帽子、あー魅力が上がるだけか。じゃこれだな。で服は何着させてたんだ。おしゃれなベスト着てこれだったっけが、なんか覚えてねえな。まあいいや、後で。まあ神はちょっと今メンバーに入れるのはちょっと危ない。白の入り江どうなってんだろう。多分あれだよね、ムーレアの人たちいそうな感じですけどね。いや、ここは常になんともないんですね。なんか切ない状況に。じゃあ目的地のネルセンの宿屋のところに行きますかね。まああんまり時間かかるというか、多分まあちょっと時間かかるんで、そこまで、の編集でちょっとカットさせていただきますね。まあ近くに行くとムービー入っちゃうんで、その前ぐらいから編集で飛ばしますんで。はい、では、はい、ではやっていきたいと思います。じゃあこのまままっすぐですね。でここに行く前にムービーが入るんですね。で何やら嵐なんですね。む、急に荒れてきよった。あ、もう神も乗ってますね、ちゃんと。おい、ゴリアテ、貴様の船これ式で沈んだりしないだろうな。くっ、今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。おうおうおお、匂う、匂うぞ、命の匂いだ。今の声は何だ。ノアー、ふははは。これ多分海底王国を襲ったやつなんですよね。我が名は破壊軍王でいいのかな。ジャコラ魔王様よりこの海をのべ滑るよう受けたまわった。ジャコなんですか。我が海を汚すザコどもめがその命魔王様のためもらい受ける。え、バトルなんだこれ。己化け物、わしらをなめくさりおって見ておれい。グランドクロス、うおー、オンドリア。あれ、なぬ、わしのグランドクロスが効かぬじゃと。どうなっておるんじゃ。グハハ、魔王様より授かったレッドオーブの力を使えばそんなもの我には効かぬわ。なんで潜った。海の底に沈め。あ、やばい、またマクラーイ、また落ちるんですね。なんかね、途中の小島に、ムーレアの国の人がいて、なんか言われたんですよ、海荒れてたら気をつけろみたいな、なんか海底王国を襲ったやついるからみたいな。お、大丈夫、ここサンズの川見えるようなとこじゃないよね。おっと、これお花畑で川はよろしくないよ。あ、でもあんなやついてもしょうがないもんね、サンズの川に。例の夢かなこれ。ネルセンの宿屋で泊まると見れるっていう夢だけど、夢じゃなかったみたいな。
夢だけど夢じゃなかったパターンなのか、ちょっと行ってみますか。場所もはてな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 で、その辺に素材ありそうな気はするんですけどね。宝箱とかあんま行ってもしょうがないか。でもまず話しかけてみようね。裏手に回って話しかけた方がいいの？ああ、上に行けんだ。おい、ここどこ？おわ、あれ？人変わってね？なんじゃ、誰かと思えばお主か。驚かんでもええ。ここは天国でも地獄でもない場所。安心するのが良いぞ。これボケっとしろあんで、お主も釣り糸を垂らすがええ。そこに釣り竿が置いてあるじゃろ。急に釣りゲー？え、鎧重そうだけど大丈夫？あれ、なんじゃジロジロ見よって。わしの顔に何かついてるか？いえ、何かついてるわけ、まあマスクついてるけど。ふむ、わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。ではこれならどうじゃ。ま、この姿もダメか。ならばこれでどうじゃ。犬？なんなの？ふむ、わしの姿が定まらんところを見るとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。知らないです。お主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ところでどうじゃ、何か釣れたか？釣れないです。じゃろうな、今はまだその時ではないということじゃろうて。釣れる時には釣れる、来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが肝心じゃないの。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確かカミュと言ったか。あ、カミュには会ってんのね。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ほっほっほ。え、釣りはいいんすか？とりあえず部屋に戻ると言われたからこの小屋の中だろうけど、他に行けないよね。あ、やっぱここしかないですね。アイテムもまあなさそうではありますね。じゃあ入りますか、私も。物色するほどのものがない。よし、ほれ苦しゅうない、そこに座れ。さてここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。ふむ、お主勇者の力をなくしたと思っておるな。うん、残念ながらわしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし、触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえばお主今溺れかけとるんじゃっけ。まあアンドルでない、大女が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。さていつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救え、預言者。預言者は何でも知ってるようではありますけどね。さて、溺れかけてたって言ってるんだから、やっぱまあこれは夢だけど夢じゃなかった世界ですね。お、またシルビア。あ、マクーライちゃん、よかった、気がついたのね。打ち上げられた？マクーライが海に落ち
落ちた後わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。しかしあの状況での救出は絶望的での。黒い海に飲み込まれてもう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった。突然辺りが光に包まれてお主が海の底から上がってきたのじゃ。わしは腰を抜かしそうになったがのう、なんとかお主を助け魔物の猛攻を切り抜けここまで逃げおせたってわけじゃ。マクーライちゃん、どうかしたの？わけを説明します。え、さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と出会った？もうマクーライちゃんったら気を失ってる時に夢でも見たのね。マクーライを疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだからそこで一晩休もう。何だったんですかね。光ってる。何の光？あ、なんか見える。なんか文字が。勇気を胸に雷を手に。デインのことかな。どうしたんじゃ。ぼーっと海だと眺めて。ほれ、今は元気になることが先決じゃぞ。見えなかったんだね、みんなには。マクーライたちは船員の宿舎を借りて一晩泊まった。結局目的の場所にはたどりはついてんのかな。お、すげえ姿勢いいぞ。お、目覚めなすったか。あんた噂の化け物に襲われたんだってな。命が無事だったとは相当な強運の持ち主だよ。あのおぞましい化け物なら外界へと向かって泳いでいくのを見たぜ。海に出るならくれぐれも気をつけるんだな。そういや北のネルセンの宿屋で奇妙な噂が流れてるみたいだぜ。もし興味があったら寄ってみるといいかもよ。多分バンデルフォン地方だからちゃんとついたのかな。ちょっとマップを見ればわかるんですけど、あ、ついてますね。じゃあ行って夢見るぐらいでちょうどいいかな。時間的には馬使えないですもんね、ここ。とりあえず宿屋のとこ行ってセーブポイントにしたいんでね、早いところ。そういえばここ魔法の鍵使って開けれたとこと、もう一箇所なんかすごい違う魔法がかかってる扉ありましたけどね。あれは行けるようになってんのかな。それともまたなんか新しい道具ないといけないのか。ちょっと宿屋に急げ。ブーブーちゃんどいて。あら、いらっしゃい。あんたもこの宿の噂を聞いてここにやってきた口だね。今うちの宿に泊まるとみんな不思議な夢を見るんだよ。どんな夢か知りたいなら泊まっていってね。よし、泊まります。クエストはなさそうね。会話する。あとで井戸にも入ろうかな。宿屋に泊まればあれかな、ここがワープ地点になる。はい、じゃあ泊まってきます。さあ、どんな夢でしょうね。お、いや暗いかっこいいな。これターミネーターの姿勢ですね。お、し、あ、口惜しい。あ、違う、これマクフライかと思ってた。後悔という名の鎖がこの身を縛りつける。私は何もできなかった無力な存在。もしあの日に戻れるなら地獄の豪華に焼かれても厭わない。ああ、口惜しい、口惜しい。落ち武者かな。誰か私の願いを受け止めて、あの人を暗い絶望の闇から解き放って。私の声よ、どうか誰かに届いてお願い。なんかベロニカかセイニャっぽいな。うん、みんな見た同じの。ふむ、それでは噂通り全員が同じ夢を見たわけじゃな。口惜しいと嘆く戦士の夢を。なんだか必死に助けを求めていたわね。できれば手を貸してあげたいけど手がかりなしじゃお手上げだわ。あの戦士の甲冑に描かれていた文字は紛れもなく我が国ユグノアのものじゃった。だよね、枕かと思ったもん。
そういえば世界が闇に覆われてからユグノアがどうなったのかも気になる。少し様子を見に行ってみよう。はい、ということで、じゃあ今回は以上にしときますかね。まあ若干短いですけども、ユグノアここから行けんだっけか。あ、行けますね。じゃあ次回はあれですね、ユグノアの、あ、右上に出てますね、ユグノア城跡の様子を探ろうというのをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。さようなら。